はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、万丈目純です。さあ本日なんですが、クソデッキをねご紹介していこうと思っておりまして、私はね思ったんですよね。ティアラメンツデッキって悪用しがいめっちゃあるじゃないですか。なんか墓地めっちゃ肥やせるし、融合できるしいっぱい、いろいろ考えた結果、なんか楽園融合と赤の楽園入れると、なんかティアラメンツ展開しながら墓地めっちゃ溜まるから、これできるなっていう、はい、これが全て今回は。墓地肥やしてお邪魔を落として、で楽園融合とか赤の楽園とかティアラの効果で、お邪魔出すっていうこれです。で一応盤面的にはお邪魔キングと、お邪魔ナイトが出るんで、相手のモンスターゾーンが5箇所全部、封鎖できます。はい。で、拮抗勝負とか、なんか無限法要みたいな、こういうカードを、なんか、しょってくるカードはクライムでケアしていきましょう。というわけで、今回は後ろクライムで向こう構えて、最強モンスターを2体、盤面に爆弾して相手の対話拒否をするというデッキですね。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。悪くなさそうな反動はしておりますな。まあちょっと約1匹左側に意味わかんねえのがいるのはちょっと置いといてくれ。いや約1匹なんか意味不明なモンスターが一番手札の左側にいるのはちょっと一回スルーしてくれ。で、スクリーム発動。赤の楽園も来てんのか。なるほど。一回、レインのハートから入った方がいいですね。レインのハート、で、これ誘発チェックしていく。待ったらなんか撃つでしょ、これ。もうね、あ、OKOKOK、なんもないか。なんもない、OK です。なんもない、シェイレーンでいっか。シェイレーンでしょ？で、シェイレーン効果、キトカロス出していく。一回こっちにやれな。はい。で、キトタロウ出す。なんもなそうですね、これ。ロッキー。なんもないのマジ神ゲー起きるかもしれんな。じゃあ、まあ、一回メイルー手札に加えていく。で、キト太郎効果発動して、で、キト太郎とメイルー、特殊、で、ここで一気に発動しよう。チェーン1、チェーン2、チェーン3。まあ、今のところ一般的な、まあ、ちょっとあれだけど、一般的なティアラメンズみたいな動きしてるよな。一般的な、今のところは。で、楽に断罪が落ちる、で、アルバスが落ちる。ケルド、レイのハート落ちる、グリーンが落ちる。なるほど。いや、まだちょっと、1枚足んねえか。スクリーム発動を、サリーク発動を、レイのハートは発動しなくていいな。これ関係ない。これは関係ない。楽園が落ちないのか。楽園が落ちないのか。いや、ちょっと、落ちが弱いな。いや、まあ、でも、シェイレーンがまだある。俺たちには。俺たちにはまだシーレーンがいる。まあ、レイのハートでいっか。レイのハートでいいわ。で、まあ、クライム持ってくじゃないですか。でですね、ですね、アルバスいるんですね。アルバスがいる。楽園融合を落とせば、いいから、アルバスで。まあ、とりあえずちょっと一回、お邪魔が落ちないと始まんないから、お邪魔落ちないと始まんないから、お邪魔一枚落とそう。お邪魔一枚でも落ちればいいよ。お邪魔が一枚でも落ちればいい。うん、1枚でも落ちればやばい、暴発させるしかないかもしんない暴発させるしかないかもしれない、行くしかねえ行くっきゃねえ、うおー見習ったらどうしよう見習ったらどないしようって感じなんだけど、まあ、ここまで展開通したらこっちが言うんだろう、さすがに。え、フアンダリーズか。なるほど。フアンダリーズか、フアンダリーズか。フアンダリーズだったら、ドラゴスタペリアの方がいいかな。ユルカロさんは関係ないから、スタペリアにしよう。融合モンスターと闇属性でスタペリア出して、はい。オッケー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 。まあ、これでだいぶ強い動きできんじゃない。ちょっとペルレイの効果発動して、邪魔だからどかして、ちょっとどかして、で、ハートベーツ効果で、サリーク持ってきて、ちょ、こっからね、横に融合モンスターいっぱい並べたいんで、カレイディングを出しに行っていいか。カレイディングハート出しに行ってみよう。
メール落ちたらあんま関係なかったこれ。はい、でカレイディングハート、ここぼっちのこれ、てかじゃあどかさなくてもよかったか別に。まあいっか、これ楽園融合のコストいるんだよな1枚。これサリーク残せねえな、さすがにクライムだからな。あの拮抗勝負ケアできないんで、クライムないと拮抗勝負ガチで辛いんで、これサリーク捨てないといけないかなと思いますが、まあとりあえず一旦楽園断罪の効果を発動しましょう。楽園断罪の効果、自分の墓地から楽園を回収していく。 OK、 よし、ここからは招待の時間だ。撃てねえ、戻さないと。祝神像ケルドーの効果発動。祝神像ケルドーの効果によって自分の墓地に存在するモンスターを戻していくスタイル。これちょっとアルバスを戻さないとお話なんだから、ですね、アルバスとアルバスを戻しましょう。よし一体お前は何をしてんだみたいな話があるじゃないですか。俺今からちょっとお見せしますわ、何がしたかったのか俺が。ちょっととりあえずラクインリューアルビオンで、でブラックとアルバスを墓地を食って、融合召喚現れよ、ラクインリューアルビオン。融合召喚成功時効果、さらにチェーンして赤のラクインの効果一体お前は何がしたいんだみたいなのがあるけど、一回アルバスのラクインを回収して、そのまんま融合召喚をしていくぜ。はっ、そしてモンスターを特殊召喚、アルバスのラクインとフィールド上のシェイレインをゲームから除外。あらろ、深淵竜ルメリオン、そしてアルビオンの効果、自分の墓地に存在するまたは手札に存在するモンスターをゲームから除外し融合召喚を行う。おいでませ、お邪魔ライト融合召喚成功値、相手のモンスターゾーンを2個封鎖、そしてルメリオンの効果、ルメリオンの効果により、あ、ちょっとサリーク持ってなかったな、まあ、今いいか。うわー、究極か、お邪魔究極合体、おいでませ、お邪魔キング様バカが、これがネオニューお邪魔デッキのパワーよちょっとクライムのコストいるんで、手札にモンスターかかないとかないといけないんで、ちょっとあれですけど、もう頑張ればサリークも構えられましたねこれね。はい、かかってこいよ、モンスターゾーン全部封鎖されてるけどな、金満で元気なぞ、もう何それが許したやろ。普段は結構拮抗勝負とか入ってるからな、あの辺ケアしないといけないからね。まあ、でもモンスターゾーン埋まってるから展開できないだろお前。はい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 、まああのデッキはエクストラねえようなもんだからな。羽根、羽根、羽根やばい羽根はやばい、クライムが吹き飛ばされてしまう。まあ、他はどうでもいい、羽根だけがやばい。あ、ストーリーか、ああなるほど、羽根じゃなくていいんですね。あ、なるほど、まあじゃあまあいいか、吹き飛ばされない。ああ、あかん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 、ダメ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 、全然ダメよし、これで無限、じゃあもうこれで拮抗勝負とかやめろよマジで、これで拮抗勝負してると怒ると俺さすがにまだ動けるのかもう一枚あるのか無限砲、やめてくれ。よーしよし、これね、このデッキのうざいところはなんかそこそこティアラメンツだけで戦えるところなんで、あのそれはいいところですね。はい、非常に。何やばい、これ親顔ムーブかもしれない。ヒガンモンスター2種類が揃うと世界が終わると言われているティアラメンツよりも強いと事実ティアラメンツよりも強いと言われているギミックじゃないか。何、まずいぜこいつは、親顔ムーブ、親の顔より見たムーブ、まあ龍樹清チャンネルでおなじみとなっています。この最強ムーブ、一体ダランベルシアンで何を加えようというんだ。レベル4モンスター、なんかサーキュラーなんか加えんのこれ。先行の結果いぞ、どういうこと。ドリアード、やばいモンスターがサーチされたぜ。
ドリアードの効果によってデッキトップに、地、水、炎、風属性モンスターを、置いていくスタイル。はい。なんか結界像オールスターみたいなモンスター置かれましたけど、デッキトップに。これ何が起きるんですか、これ。ガチで謎すぎる展開が巻き起こっているぜ。一体これから俺は何を見させられるというんだ。アストラム、はあ、なるほど、強いじゃないか。あ、誰だお前。ダグ・ダガーマン、エンタメイト、ホタルクス。誰やねんお前、誰お前は。フェンデラル召喚、まさか、まさか。やばい、ああやば、結界像オールスターズ揃ったんだけど、これ風どこ行ったって感じだけど、まあ、風は禁止なんでね。ガチでやばいこと起きてる。何も特殊召喚できない、史上最強デッキじゃん。環境トップだ、環境トップ。全てのモンスターを特殊召喚できない最強コンボ、実質バニティスペース。対戦ありがとうございました。